No, 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 no,
Di Aurora. Ora dove? Io so. Come on.
やりがいないよ、あんな奴らたち。はっきり言って。お涙ちょうだいじゃないんだからさ、なんかさ、あれなんじゃない、勘違いしてんじゃない。じゃあもうプロレスのさ、教科書作ってよ。凶器持ってきたら退場っていう風に。ね。5以内ならいいって言う、それ決まってんでしょ、レフェリーも言ってるし。守ったじゃんね、君ね、うん、向こう守んなかったのは向こうだよ。それに対して文句があるんだったら、うん、プロレスの教科書作って私たちに読ましてやればいいじゃん、向こうだって感じみたいな。なんだか知らないけどよ、ほんと、ちょっとちょっとしやがって、どういう気持ちに。昔の自分たちと今の自分たちっていうのは気持ち的にも違うし、だから昔は取れなかったピリオドだったかもしれないけど、あの時点で取れてれば本当に大泣きして崩れるぐらいもう泣いてたと思うけど、今の自分たちは違うから、このベルト取ったからって涙一つ出ない。それは相手にもよると思うけど、今の言った通り、そう、今日の相手のことは、やりたきゃやればいいんだよ。狂気だって前から見てわかるでしょ、バカみたいに。あいつあれ子供だからさ、バカみたいに私の顔をさ、ガン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 殴ってすれね、怒りたいのも分かるけど、あれの反則負けになってるんでしょ。だからあいつらの方がルール守れっちゅうの。バカだよな、本当。遠藤に対してもなんだか知んだけど、一生懸命ね、このスタイルっていうか、これ私たちと一緒にやりたいって言ってきて手伝ってるけど、認めたわけじゃないし、見習い期間中、まあいれば余計なとこで手出してきて邪魔なことしやがってって思うから、自分の立場をわきまえる。まず、そうだね、うちらと見てくれ、同じにしてくれなかったら入れないでしょ、この路線でやってんだから、昔から。あ、様子見て、様子見てっていうか、だから私たちと同じ見てくれになってくれないとダメってこと。でもまあ頑張って一生懸命なんだか一人でね、場外で暴れてっから、そうなったら使えるところ。自分の試合より疲れてんじゃないんだ。うん、多分。次の試合のベルトが、ベルトとの最終的な目標じゃないか。うん、最終目標か。そんなのあんた考えてる。今こう思った時にこれ嬉しいことは嬉しいけど、まだ違うなって思う。したらもうやめろってことですか？これが最終的な目標だったら。やってくれよ。
ですか。こちらお願いします。お願いします。はい、すごい。